お、夕日綺麗だね。うん、綺麗だね。もうコンタクト乾く。ゴロゴロするその乾きにはアキュビュー、涙とレンズが一体化、摩擦ゼロだから滑らか、ここまで裸眼に近づいた。おお、綺麗だね。やっぱ裸眼みたい。アキュビューって顔に出る。アキュビュー。うちの妹は消極的。いつまで経っても思いを伝えられない。中姉ちゃんはいる？分かりやすい。いいの？すぐ顔に出るし、ある意味羨ましい。でも夕方になると式場見に行く日なんだけど、フットサルの試合が入りそうなんだよね。は？フットサル？こうなります。またわーってなっちゃったらしいよ。あら、また？今週末陽子おばさんとこ行ってくる。え？沖縄に？どうしたの急に。私もおばさんとこ行きたい。え？さっちゃんも行くの？私たちはこれまでとは違う自分を探しているのかも。どうしたの？糸お菓子っていうのは、へえ、あんな風にテンション上がるんだ。可愛いとか美しいとか面白いとか。その花は未来。なんか謝るタイミングが分かんなくてさ相変わらず不器用ね。どうしよう。シーサーの顔真似でもしてさ、ごめんってメール送ったら。何それやだよ。はい、撮るよ。はい、シーサー。もっと本気出してよ。今の良かったでしょ。いや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 、ほらほらほら、できるよ、できる子、もうできる、いけるいける。年を取るってやね。意外。陽子さんも落ち込むことあるんだ。そりゃあるわよ。いつも楽しそうにしてるからさ。そう見えるでしょ。日々努力してんの、ね、これでな。おばさんはいつも私たちにヒントをくれる。私たちはまだまだ変わっていける。お、やるじゃん。きっと君はまだまだ変わっていくんだろうね。ちょっと寂しい気もするけど。糸おかしだね。ん？何それ？知らない。あ、中姉ちゃん夕方なのにイライラしてない。私を変えるコンタクト、アキュビュー。